経営学部の3回生です。経営学部の3回生です。会社経営するのかなみたいな感じです。うん、マーケティングのイメージ。経営やったらすごい将来にいいんじゃないかなと思ってそうしました。最初は会計とか何でしたっけ？経営学の全部基礎を全部最初順番にやっていく感じです。あの一緒にさ撮ったさビジプレは結構ビジネスプレゼンテーションって言ってプレゼンの練習する授業なんですよ。パワーポイントで作ってクラスの人たちに実際に前に立って発表するみたいなのがめっちゃ緊張するんですけど、やっぱ多分将来とかでも多分すると思うんですよ、発表とか。それの練習みたいな感じになりました。実践的でめっちゃ緊張しますけど、あれ私はマネジメントを学ぶみたいな、だいたいやってるのはそのマネジメントとは何かみたいなのを教えてもらうってよりかは各自でテーマがあってそれを調べて発表みたいなのが多いです。ビジプレが役に立ってるって感じで私は国際経営を学んでるゼミに入ってるんで、例えば例出したらキッコーマンっていう会社がすごいグローバル展開もやってるっていう企業なんで、どうやって展開していったか学んでいくって感じですか。でも綺麗やと思います。校舎とか全部めっちゃ真っ白やし、トイレ綺麗な、トイレ綺麗な、めっちゃ嬉しいです女子としてはお気に入り、よく来るとこ、あれや、食堂の2階が一番こうワイワイしやすいです。友達と1階の時はよく来てた。食堂が1階あってご飯あるスペースなんですけど、上は机と椅子だけで、あんまご飯食べる人も休み時間とかに行きやすいからたまりやすい場所ですね。課題とかも普通にテスト前とかやったらみんなで課題やろうか、課題っていうかこう勉強しようってなったら、図書館もいいんですけど、図書館はやっぱ静かにしないといけないんで、おしゃべりながらできるとこってなったら食堂はすごい言いやすいですね。大阪経済大学は校舎も綺麗で人柄がいい学生が多いです。とても過ごしやすいところなんでぜひ来てください